えー、こんばんはフードデリバリーの配達員をしてます、えー、おっちゃんです、えー、と先ほどですねあの2段階右折をしなかったということで、えー、と違反切符を切られました、えー、点数が1点とですね、えー、反則金3000円、えー、お支払いですね、えー、とただあの僕その 警察の方とね、まあちょっと話して、あの、ちょっと不に落ちひんことがあるんで、ちょっと動画でこう、ちょっとまあ愚痴じゃないけどね、打ち明けたいと思います。で、それはなんでか言ったら、あの、パトカーと、まあすれ違ったんですよね。で、あの、なあその時に、あの、まあ、次の進行は、あの、二段階右折せなあかんとこやって、僕はあの、交差点の真ん中で止まったんですよ。 で後ろ見たらパトカーなんかじっとそこにの止まっておってねでななんかあるんかな思って僕そこもうすっと2段階右折線と曲がっちゃったんですよねでそしたらあのパトカーが折り返してきてこうあの僕を止めてであの2段階右折しなかったでしょっていう話があっていやいや僕はあのあの。 ちょっとそのパトカーがそこずっとそこにおって変な動きしとったからちょっとまあびっくりしてパニックなってあのスッと行ったんです言うたらだから警察の人が「そんなんやったら運転してゃあかんわ」ってパトカーのパトカー見ただけでそんなあのパニックなるんやったら運転できへんわって言われてで僕それすごい抗議してねあのいやいやだからそのパトカーずっとそこに止まっとってなんか。 チチカチカしとったでしょって僕はあの何やろそのあの何かあるんかな思ってスッと行ったんです言うて言うたんですけどでもその警察の人も何かこういろいろ言うてはったけどまあ結局僕がサインするまで何かもう全然そんなん認めてくれんくてあの。 なんかまあサインしたらなんかもうなんか僕も暑くなってすいませんでしたみたいなあ私も暑くなってすいませんでしたみたいに言うと,言うとったけどでいやいやといやその道路交通法っていうのはあのそういう違反に対して、えー、とまあ点数をね反則の点数を数えてで反則金払ってでそうすることによって注意を促してあの そういういい制度じゃないんですかとそれをそのいきなりねこう運転したらあかんやとかできひんやないかとかそういうふうに言うのは違うやろと、うん、それはあなたの個人的な感想やろっていうふうに話して、うんまあ、そうしたらなんか一、ね、人の二人でねあの警察の人取り締まりしてるけどもあのいやいやそのパトカー がねそのまあ、サイレン鳴らしてるとか、まあ、そういうことやったらまあそのスッとあの道開けてくれたりとかそういうのはねあの必要なことかもしれんみたいに言うてくれてでもただあの赤色のねパトランプつけてなんかこうあ折るだけやったら別に。 あのそういうことする必要はないんやっていう話で、まあ、気になるんやったらパトカーに声かけて何かありましたかってあの聞いてくれたらよかったんちゃうんかみたいにまあ言われたけども、うん、ただ僕はその早くサインをさせたいがために違反認めさせて違反切符切りたいがためにその何こう いやそんなんやったらあの運転してあかんやないかとかみたいなね運転できへんやないかみたいなことを言うててそのいやいやとそのもう深夜のねあの交差点で別に何の危険性もないよっていう話で、まあ、言うたらその形式的な罰じゃないですかその誰かを傷つけたとか危険な行為があったとかじゃなくて。 その形式的な罰っていうことで言うたらパトカーかて制限速度をオーバーしてさあのみんなと一緒に車のね流れに乗って道路走ることもあるしじゃあそれに対して反則ね切らへんしそれはすごいね僕はあの,あの納得できひんかった、うん、そのパトカーがそういう変な動きしとったから僕はもう ちょっとびっくりしてパニックになってスッ、まあ、と行ったんですっていうだか,らただ,だからその交差点の真ん中で一回止まったでしょって言っていや一回確かに止まってましたと、うん、でそれでまあ周りの状況を確認して行ったんですっていう話をしたんやけど、うん、そんなも認めてくれへんくて、うん、何が何でもその点数取らなあかんのかな警察の人はその何やろこう 何で取り締まりをしてるんやっていうところでこう矢運転手さんねそのまあここの交差点はあの今は深夜やからあの危なくないかもしれへんけどもここは2段階右折せなあかんところやからあのねあのこれきっかけにその気をつけてくださいねってまあそういう話やったらわかるけどね。 そんなパトカーにびっくりしてねその状況判断できなくなってそんなんやったら運転してあかんでみたいな話じゃないやろうと思ってで僕はもうでも正直に言うたんですよ今あの適応障害であの精神病を持ってますっていう話をしてたんやけどもやっぱりでもそういうなんかこう重ねて言うてくるから、うん、いやそれはもう偏見ですよと。 精神病精神障害者に対しての差別ですよとそういう話をしたんやけどね、うん、まああの非常にこう腹立たしい取り締まりでしたねうん僕の言い分としてはそのパトカーがあのすれ違ったことに気づいたから何かあったんかなと思って2段階右折せなあかん交差点やったけどもその交差点の真ん中で止まって ちょっとパトカー見て、なんや、なかあったんかなと思って、すっと通り過ぎたっていう話をしたんやけどね、うん、それやったら別に、あの、注意で済ましてくれたらよかったのに、ね、こう、切符を切る必要があるんかというふうには思いましたけどね、うん。まあ、要は、その、形式的なね、その、あの、罰っていうことですよ、その違反という。 その言ったら例えばそういう何こう交差点右折する時とかにあの歩行者を優先しないでその歩行者の進路妨害してましたとかそういうことやったらやっぱ危険性もあるし歩行者に対してあの言うたらねこう嫌な思いさせてるわけやからそこはちゃんと取り締まったりしたらいいと思うけどその深夜の誰もおらへんところで。 しかも警察の目の前でねそういう僕はちょっとパトカー気にしてあの交差点の真ん中で止まったけども二台外右折じゃなくてスッと行ったっていう話でさ確かにそのルール上は間違ってるけどもうちの言い分は聞いてくれてもよかったんちゃうかなっていうのとあのねそのちょっとそういうねまあ確かにそらそのパニックに。 なななるようななってそれは危ないんやったらあのそんなんやったら運転したあかんみたいなこと運転できひんみたいに言われたけどそのうんいやそうじゃないやろとうん、うん、いやいや別にそんなねその心配ないよとそのパトカー あの赤色とをたいて回ってるけどそれはパトロールしてるだけの話やからうん普通にルール守って走ってくれたらよかったんですよっていう話やと思うんですけどねう,ん,うんまああのただそのまあちょっと僕それあの本当に申し訳なかったんですけどこの 荷物を、ね、あのフードデリバリーの荷物をピックしに行く途中の話で,で警察の方とねこうちょっと吸ったもんだしてたからそのやっぱ配達に時間がかかったんでしょうねだからまあお客さんを待たせしてしまったのも申し訳ありけなかったですけどなんかあのごつ調整金ついとって、うん、まあ本当にあの不幸中の何やろ 幸いというかあの500円ぐらいで受けた依頼やったんですけど調整金が1,000円ぐらいついとってねいやー申し訳なかったなと思って、まあ、それだけお客さんをお待たせして、ね、お店の人も心配してたやろうけどいやーもう本当ねなん,なんというかあのあの警察の人の,その対応にはまあすごい腹が立ったというか。 あのまあ性格的なこともあるんやろうけどねその,そのやっぱりこう、うん、まあその精神的なところのあの、まあ、万全じゃない状態で運転してあの事故してとかっていうのがねやっぱり実際あるからあのそういう状態やったら運転したらあかんよっていう。 言い分もわかるけどもそのただ俺はそこまで言うてへんぞっていう話でうん、うん、だって別にそ危険なこともしてへんしただびっくりしたから交差点の真ん中で止まって周り見てすっと行き過ぎたっていうだけの話やからそれをなんかこう運転したらあかんとかそういう話するからさ。うん おかしな話よ、ね、うん、うん、まあこういうねこう,もう言い訳がましいというか愚痴みたいな話ではあるけどあのやっぱり何やろこう取締り締まり でもやっぱり法律に基づいてやってるわけやからその法律の趣旨っていうところをちゃんとね理解してやっぱり警察の方も市民に対応してほしいなと思うかなうんそう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 なんかそのねこうびっくりして、まあ、パトカーにびっくりして状況判断できひんくなるようなや,やったらね あの免,許かえ免許がなくなるみたいなことを言われたけどあのそれは違うでそれは言い過ぎやでそれはあなたの個人的な感想やでってほんとその通りでその心配してるのは分かるよその精神的にちょっとこうしんどい人があの運転ミスって事故るじゃあそ,れそんなん事故るぐらいやったら免許取り上げろやみたいに思ってんかもしれんけどもそれは言い過ぎやでなと思って。 うん、俺はちゃんと状況判断してるし状況判断した上で取った行動は間違ってたけども別に危険なことは何もしてへんし誰にも迷惑かけてへん、うんうん、ほんまになんか嫌な嫌な,な対応やった、うん、もし俺が警察やったら「あそうですか」と「びっくりしたんですね」って。 ででもびっっくくりしなてていいんですよってあのちゃんとこういう時もルール守ってあの2段階右折してくれたらよかったんですよって、うん、ただごめんなさいねってあの僕らも仕事やからあの現任してしまったことに対しては切符切らないといけないんですって運転手さんがその、まあ、私らパトカーのねその動きにちょっとびっくりしてしまったっていうことやけども、まあ、そこに関してはまあちょっと申し訳ないと思うというような 言い分であればねあそうかと、うん、思うけどもね、うん、ちょっとなんかねほんと腹立った、うん、まあ、その最終的にその警察の人もねあのや熱くなってしまってっていうふうに言うてはったしあのまあ、こういう時はそうやってあのパトカーが気になるんやったら何かありましたかってパトカーに聞いてくれたらよかったしみたいにね言うてくれたからまあそれはそれで。 あのいいかなと思ったけどまあその、まあ、話で分かってくれる人やったからねあのちゃんと僕がねあの道交法のその趣旨で言うたらあの点数取って罰金払うこと払わせることでねあの注意を促すのがそれがそういうことでしょとそれがあなたのその個人的なねあのねこう思いでね。こう、うん あのそんなんやったらもう免許なくなるとかねまあそういう感じのこと言うのは違うぞとそれは脅しやろってそういう脅しをかけてその早くサインさせないがためにそういうこと言ったんやろってそういうふうに受け取るでってうんそれはもう上の人にも僕も言うでってうん苦情を出しますって言ったしねうんそう。 うん、まあなんかねこう情けないね僕もこのおっちょこちょいでねこうあの本当に普通に2段階右折しとったらよかったんやけどね、うんうん、ただまあちょっと,ちょっとね僕もそ,のそこの判断は誤ってしまったんでね。うん もうということで僕はあの前回の,あのスピード違反に引き続き2段階右折の違反であのこの1年の間に2回違反したんであと1回ね違反してしまうとあの免許があの1回止まるんかなで免停講習みたいなのせなあかんのかなはもう踏んだり蹴ったりですわうんまあそんな中あのこんな僕の,あの都合で えー、配達遅れたのに調整金つけてくれたあのねあのウーバーさんには本当に申し訳なく思いますうんうんやからねまあほんまにあの、まあ、警察の人もね僕でもそれ見と,見とったんやけどねあのちょ,ちょっと前にねあの 原付追っっっかけとって、ね、逃げられ,逃げられとったよねねそのパトーカーが、ね、だからあの僕もなんかそういうのでこう原付きで走っているからさ職質かけられたらどうしようかなとかそういうふうに思ったりもしてたからもう面倒くさ早いはよ行こうと思ったとか、まあ、そういう気持ちでもあったしね。うん、はあもうすごいねもやもやしますね。うん まあ僕もその上の人にねもう苦情言いますとは言うたけどまあでもそのこのあのまあ警察の人もね片方の人はもう熱くなってしまいましたっていうふうに言ってくれたしもう一人の人もそのまあそういう時はそのパトカー気になるんやったらパトカーに何かありましたかって聞いてくれたらよかったですというふうにねまあ,あの取るべき行動を示してくれたんでまあそこにねこう上の人に。 言うまで,ではなかったけどいや僕の主張としてはそのいやもうパトカーが近くにおったからあのちょっと心配になって一回立ち止まって周り見て行き過ぎたんですというだからまあ言うたらこれはもうパトカーの,その誘発が誘発した違反なんですっていう言い分をしたけどね、うん、全然あかか,かったねだってだってパトカーもうすっと行かんとずっと止まってこっち見てたでしょうっていう話でね。うん だからもうやっぱあの人らも仕事やからねパトカー転がして街にパトロール出たからには何かしら違反とか取り締まらなあかんのやろうけどうん、うん、まあそのこっちのその警察署の人のね人事効果のシステムがどうなってるか知らんけど、まあ、僕がそうやって苦情をねこう警察署の方に上げることで。 まあその人たちのねこうまあ評価がねこうどうかなるとかって言ったらまあもしかしたらその警察の人のねこうまあ警察官人生にまあ若干の汚点を残してしまうかもしれへんからまあ,あの俺としてはまあそのまあ切符ね切ってもらったからあのまあこれから気をつけますっていうのはあの警察の人にもまあまあ僕も言うた通りやしたかだか3,000円と。 点数1点のことでねあの今の段階では別にそ,んなそれ以上のあれはないからもう一回したら免許止まるからあれやけどあの生活できへんようになるから困るけどね、うんまあ、今の段階ではなんかその、まあ、逆恨みじゃないけど、まあ、僕の言い分もその僕なりの筋は通ってるけど、まあ、警察のね上の人に言うてその警察官の人のまあ人事評価みたいなのが下がってその人たちの。 警察官人生みたいなのがちょっとねぶれるかもしれへんねんたら別にそこまですることじゃないかなと思ったんで、まあ、ただまあちょっとこの動画で僕も顔出ししとってねアホなんやけどあの、まあ、愚痴というかねあの聞いてくれる人が聞いてくれたらそれでいいかなと思ってうんただまあその何て言うんですかこう、まあ、昨今こう、まあ、いろんな人がねこうやっぱり僕 はそのフードデリバリーの配達員としてやっぱり運転続けるためにねあのやっぱり状況判断できなあかんとでそのためにはこう体力がいるしその自分が体調おかしいんやったらそのことに気づけるっていうこともねその気付いて、まあ、自分ちょっと調子悪いなっていうのに気付いて運転やめとこうかっていうのもそれも状況判断やし、まあ、僕ちょうどその。 あの銭湯行って紙にとってあのめちゃめちゃ元気やったんだよねクリアやったんでそういう、まあ、状況判断が、まあ、ちょっとまあ取った行動はおかしかったけどその別にふらふらやったとか睡眠不足やったとかそういうことではなかったんでね、うんうん、まあそのね、まあ、昨今そのあれですよこうまあいろんなねこうそれはお前、まあ、そ,そんな状態で運転者は事故あるでみたいな人の事故が多いから、うんまあ、それでねこう あの大怪我したり命落としたりする人もおるからねせやからこう警察の人がね、まあ、そういう、まあ、個人的な思いとしてねあのそういう病気とかであの運転危なくなるんやったら運転してあかんでっていう、まあ、そういう言い分もわかる、うん、それはもうあのその人がねこう不,不安なことがあるのに運転,せ運転するってる っってていうようよなこととをししたかからそ、まあ、そもそものきっかけとしてねあのあの事故になったんやじゃあもう運転せんかったらよかったやんかみたいにそんな運転させてあかんわみたいに思う気持ちになるのも分かる、うん、でもそのまあやっぱりこう運転したら危険があるっていうのはそりゃそうやしね、うん、でもそこまでの,あの厳しいことは言うとあかんと思うねうん。うんやっぱりこう 違反に関しては点数と罰金取ってそれでも改善されんくて繰り返し違反してしまったら免許止めたりとかあの免許をねこうあの免停とか免許取り消しとかっていうふうにまあ段階的にねこうあのグレあの罰則を強化していくっていう話やからまあその過程でこう運転手もねこう改善すりゃええ話やからねこうその例えばそういうパニックとかそういうのがあってね あのあの運転が危うくなって違反してしまうとか事故してしまうっていうことがあったとしてもじゃあそこで自分で気をつけて治療すりゃいい話であってさそれでねよくなるかもしれへんやんそれがなんか今なんかそういうねこうちょっと精神的にしんどいからって言ってさあの免許取り上げなあかんとかそういう話じゃないからさうん、うん、まあでもその。 こうまあなんかなこうまあ自分がこう精神的にまあちょっと健康的な状態じゃなくてそうやって街に出るっていうことに関してあのそういうふうにねこうあのなんていうかなこう思う人がおるっていうまあのはよよくわかりました。うんあの。 それはねもう非常に僕としてはねショ,ショックでした、うん、悲しかった、うんうん、っていうのもあるしもうなおねその安全運転に努めようと思ったし体調管理もしっかりしようと思ったしあの状況判断ねしようと思ったし、うん、で今週末はあの原付2種のね免許を取りに行くあの教習所に行く予定してるんで、うん、そこでね もう原付き2種の免許を取る教習の過程でもう一回その交通ルール勉強してねでもやっぱりこうあのあのピンク色のねナンバーの2段階右折しなくていいバイクに乗り換えてこんなしょうもないことでねあの速度超過やとかあの2段階右折せえへんかったとかまあそんなことで切符切られへんように。 しようかな、うん、僕もアホやなこの前そのスピード違反で捕まった時も深夜やったしねその時はパトカーおるの気づかへんかったけど今回パトカーの目の前でやってしまったからね、うんまあ、言い訳もしてしまったしそこは男らしなかったけどね、まあそのまあ、警察の人が言う通りに二段階右折せえへんかったところを現任したからそれはもう切符切らなあかんのですっていう。 話でね、うん、もう裁判もう別に切符書き、ま、もうサインしませんと裁判所行きますって、うん、まあそれも言うたけどね「うんうん、あ,あいいですよわかりました」とか言われたけど、うん、でもまあやっぱり僕もちょっとふっと我に返ってもうあの、まあ、そんなことであの司法やあの警察の人の手を煩わすのもあれかなと思ってね。うんほんで あ,のあれしましたけどねもう切符にサインしましたけど、うん、まあちょっとあまりねもう僕もつらつらと長語りしてしまうんでねもうこれもやっぱりもう病気の症状なんかもしれんけど、うん、やっぱりこう自分の病気をオープンにするっていうところの、まあ、デメリットというか、まあ、偏見も受けるやろうしっていうところは。 ややっっぱあるんやなと思って、うんまあ、考えすぎでもないと思うこれはうんそううんだからねまあ僕はそういう何て言うかなお薬とかも飲んでるけど漢方の薬で別に運転したらあかんとかそういう薬は飲んでないからその辺のまあ責任とかもない,ないしねうんそうそうそう 適応障害って言ってもそういう、まあ、職仕事とかねそういう特定のそういう、ね、ストレスの環境においてっていうことやと思うから、うん、別にフードデリバリーの仕事してる時にそうどうこうっていうのもないし別にそので僕もパニックになったとは言ったけどでもそういうパニックじゃないよね、うん、びっくりしたっていうぐらいの何かなと思ったっていう話で。うん 何かすぐ曲がらんとそこでなんかチカチカしちったでしょっていう話をしててうんまあでもその対応してくれた警察の人のその思いとして何かあったんかもねその人もねこうその過去の経験の中であのちょっとそういうなんかパニックとか持ってる人がこう大きな事故を起こした。 っていうようなところの対応した経験とかがあって、まあ、その人の思いとしてもこんな人に免許を持たせたらあかんやろみたいながあったんかもしれんけどね、うん、でもそうじゃないよね一人一人違うもんね、うん、同じあの何て言うかこの症状のね名前診断名持ってたりとか同じ障害の名前持ってても人,人それぞれやからね、うん うん、僕はそういう適応障害っていう診断名もらったけどでもだからといってねその運転中にパニックになってあの危ないことしてしまうということはないからね、うん、あくまでもその周りに誰もいない警察官のパトカーと僕しかおらへん中であの一旦交差点の真ん中で止まって何かあったんかなと思って二段階右折線とそのまま交差点 通り過ぎたっていうだけの話やから、うん、それがねその僕がそういう危ないやつやみたいな勉強持たせたらあかんやつやみたいな感じのことを、まあ、その言われたと僕は受け取って、うんまあ、それに対してはちゃんと抗議をして、うん、警察の人もその、うん「熱くなってしまいました」っていうふうに、まああのまあ、自分の非を認めてくれたからね。 あの熱くなってしまったっていうところは認めてくれたからね、うん、まあでもそれはやっぱりなその警察官っていうその道路交通法のね法律に基づいてあの交通違反を取り締まるっていうところの役割を担う人がやっぱりそうやって熱くなってしまったらあかんよね、うん、それはあかんと思う、うん、うん、まあでも素直にそういうふうに熱くなってしまいましたって。 あの言うてくれたんはあのそれはまあ潔かったと思ううんあのやっぱりこう警察の人にしたらやっぱそんなあの市民さんにね謝るようなこと言うとあかんみたいなそういう考え方の人もおるやろうけど、うんうん、そこはでも僕はあの言われたことは嫌やったけどそういう熱くなってしまいましたってあの言うてくれたことは、まあ、そこはあの。 潔かかったかなと思ってあのそ,そのそこはね僕はもう別に悪い人やなとは思わなかったけどそのやっぱり偏見持ってはるなっていうところで、まあ、その過去にその人に何があったかもしれんけどその過去の経験とか思いに,思いに基づいてそのパニックになってしまってって言うた人に対してそんなもん免許は モテないですよみたいなことを言うのはそれは間違い、うん、それはあかん、うん、そんなことは言うたらあかんと思ううん、うん、まあ聞き手にしたらそれはもう脅しにも聞こえるし「はよサインせえ」っていう脅,脅しにも聞こえるし、うん、偏見もうそれはもうほんまに偏見やと思ったから、うん、差別やと思ったしそういうこと言われた言われた人がまたあのねストレスに感じるからねうん そ,うまあ、そんなことがあったんで、えー、っとまあまあ,あの長くなりましたけどあの、うん、またその形式的な、ね、その違反に対しての,その取り締まりはちょっと日本の警察はそれはあのやっぱりちゃんと目的意識を持ってやってほしいと思ったそのただ仕事やからやってるみたいなねそんなんじゃなしにねちゃんとその。 交通安全のためにこうやってるんやっていうのをそのちゃんと伝わるように取り締まりしてほしいなと思った、うん、あの夜中たとえね誰もおらへんようなとこでもあの守ってほしいんですとそれを守ることであの安全にもうねつながるからまたっていう話をしてくれるんやったら分かるけどねそそ、うん、そうそうそう、うん あーまあでも頭痛いですわもうあのあと1回で僕は多分免停になるって免停講習みたいなのを受けないと運転できなくなってしまうんでねあのまあ出前館で自転車で運転する練習し,しとこうかなとかもちょっとね思いましたけどねうんいやーでも大阪市内自転車厳しいんちゃうかな自転車でやってる人もおるけど そんなに何やろうこう自転車でできるかなちょっと分からへんけどうんでもまあまあでも実際それはあのせなあかんねやろうねこうじ免許ともまったら自転車で配達してでも整形立てなあかんねやろうねうんまあそんなわけでねあの原付き2種の免許取って早く大きいバイクに 乗り換えたいいと思いま,した、えー、まああの違反をしてしまったのは僕が悪いでもそのちょっとパニックになってしまったって言うたことに対してそれはもう免許持てないみたいなことを言うた警察官もそれは言い過ぎやったと思ううんでまあその上であの僕が抗議した時にこう、うん「熱くなってしまいました」ってその日を。 見めてくれた警察の方は潔かったと思う、うん、もしそのパトカーが気になってっていうことやったらまあパトカーに声かけて「どうしました?」って聞いてくれたらよかったんちゃいますかっていうそういう取るべき行動を示してくれたのもまあまあ,あの今後の指導としてはね良、まあ、かったと思いますよ、うん、ただルールに違反したからあの切符を切ったとかあの、えー やろうなこうちょっとねこうパニックになったって言うたらそのそんな免許を持てないとかそういうことを言うのはやっぱりそれは間違ってると思う。うん、その違反したから切符切ったっていうのは、まあ、別にそれは間違ってないけどでもそれだけじゃやっぱりねみ,みんな納得せえへんと思うしそんなもう形式的なことで切符切る言うたらねそのパトカーがってそんなあの。 他の車と一緒に制限速度をオーバーして行動を走っとるやないかっていう話になるからね、うん、だからそういう、僕はそういう形式的なあの罰の取り締まりに関してもねその、そんなに目くじら立ててすることなのかなと思うけどね、その歩行者とね、進路妨害したとかそういうのは、あのやっぱ危ないから、ちゃんと取り締まるべきやと思うけどね。うん まあそんなわけで、さっさとね、日もう朝市場にでもね、郵便局でも行って、3000円の反則金を納めて、今後、のの免許を失わへんようにね、気をつけますっていうところではい、じゃあ皆さんも気をつけてください。はい、どうもお疲れ様でした